どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では毎日アクアリウムの動画をアップしておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてこちらの水槽なんですけれども、はい、まあ、直近でね、シジミを入れて、はい、グリーンウォーターになった水槽をシジミの力で、まあ、改善させた水槽で、今はね、シジミは違うところに移してあるんですけれども、ちょっとずつね、なんかね、やっぱね、あれ、グリーンが回復してきたなみたいな感じであるんですけれども、ちょっと様子見ていこうかなって思います。でね、こちらの水槽なんですけれども、もともとはね、奇跡の水槽ということで、ね、まあまあ歴史がある水槽なんですよ。で、グリーンウォーターになった、きっかけも含めてね、ちょっと振り返ってみようかなみたいな感じでございます。で、これ2018年の11月、私が YouTube を始めた直後の映像なんですけれども、はい、ボトリウムでございます。先ほどの奇跡の水槽の前身はこのボトリウムの水槽だったんですよね。で、これでね、いろいろやってたんですよ。ところが、ボトリウムって、まあ、形私気に入ってるんですけれども、ちょっとね、撮影向きじゃないんですよ。撮影向きじゃなくて、せっかくね、結構綺麗によくできてたんですけれども、あんまりうまく、撮影できてなかったんで、ボトリウムに入っているやつを新しく30センチキューブを買って、丸ごと、はい、水一滴飲ますことなく、まあ、数滴は逃しちゃったけれども、はい、大体全部をこの水槽にドボンしたんですよ。で、これが透明度が上がった映像ですけれども、ベタ買ってたんですよ。クラウンテールのね、この青が綺麗だったんですけど、ちょっとね、この後、ちょっとなくなってしまったんですけれども、こういった形から始めました。で、これ昨年の4月末の話なんですけれども、エアレーションを切った時の映像って出てるじゃないですか。これね、底面フィルターを使っていたんですけれども、ろ過を停止しました。はい、停止しても、水質いいんじゃないかっていう形で、で、今映像で出ているのが水質チェック、まあ、月に2回私は水質チェックを行っているんですけれども、まあ、その結果でね、亜硝酸、硝酸塩っていう、亜硝酸と硝酸塩っていう物質があるんですけれども、その数値が、まあ、レッドゾーンに行かなければ、水替えしないし、行ったら水替えするというルールのもとで、ろ過をね、停止しても水質が悪くならないんじゃないかっていうのを検証し始めたっていうことでございます。で、エアレーションはね、ちょっとさせていただいたんですけれども、底面フィルターには繋いでないっていう状態で、管理してたんですけれども、まあ、水草をね、結構いっぱいにしてたんですよ。そうすることによって水草がね、その亜硝酸と硝酸塩を吸ってくれて、お魚にとってね、住みやすい環境を維持できたということでございます。で、その期間がね、実は今年に入ってグリーンウォーターになるまでずっとね、水替えしなくてもよかったんですよ。だから通称を奇跡の水槽という名前にさせていただいたんですよ。で、こちらが2019年11月の映像なんですけれども、水草こういう感じで植えていました。ただね、お世辞にもね、綺麗な水槽というか、そのレイアウトとして綺麗な水槽じゃないなっていう風にちょっと思っていて、んで、トリミングをね、ちょっと実施しちゃったんですよ。で、それが、一応ね、これ2月の、今年の2月の3日なんですけれども、トリミングしたのはもうちょっと前。ただ、ちょっとね、その日付までは、ちょっと書いてなかったんですけど、一応ね、動画撮ったんだけれど、確か消しちゃったんだよな、これも。で、いつトリミングしたかがちょっとわかんないんですけど、一応、トリミングして、植え直したんですよ。綺麗に。もともとはこんな感じだったのを、綺麗に植え直したら、なんと濁ったと。で、私ね、この当時ただの白濁りだと思ってたんですよ。白濁りもしちゃったから、
まあ、これはもう水替えしなきゃいけんなと。もうどん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 濃くなってくるから。だから、このね、2月の3日の日に、水替えをしました。で、これがね、実は9ヶ月間水替えなしでいけたんですよ。はい。ろ過なし、水替えなしで9ヶ月。この段階でも水質は良かったんだけれど、もうこの濁りが取れないから、もう水替えしようということになりました。はい。ところが、2月の7日、たった4日っすよ。たった4日で、こうなりました。で、この時に、あ、これグリーンウォーターだと思って、はい。で、前はね、その水替えしたんですけど、全部水替えじゃなくて、半分か、半分水替えしたんですよね。だけど、もう、4日でこれだったんで、これ、もう全部変えようって決断して、はい、もう全部入れ替えたんですよ。また全部入れ替えました。うん。で、2月の24日なんですけれども、もうド緑になっちゃって、はい、全部水変えたのに、この短期間でド緑だと。どうしようってことになって、もうこれは水変えとかじゃなくて、救世主を呼ぼうっていうことで、はい、シジミを100匹導入したというお話につながってくるんでございます。はい。で、まあ、今思えば、グリーンウォーターになったきっかけに関しては、その9ヶ月間ね、ずっと水替えも、ろ過もしてこない提唱。しかも遡ればもっと前だ。はい。2018年の11月のソイルをそのまま使ってるわけだから、だからもうかなり、土の中に、ソイルの中に栄養が蓄えられてたんでしょうね。で、それを、トリミングするときに、まあ、根っことか抜いちゃって、で、それが流出した水の中に。うん。で、まあ、ずっと水化してなかったから、かもしれないんですけど、まあ、グリーンウォーターのになる、植物性のプランクトンも増えてたんでしょうね。ちょっといたんでしょうね。そいつらが一気に爆発的に増えて、かなり強力なグリーンウォーターになったんだなみたいな感じでございます。ただね、まあ、この水槽に関しては本当にね、去年の私いろいろ水槽作ってきた中でのベストオブ水槽だったんですよ。はい、この水槽はね、だってろ過なしで水替えなしっすよ。はい、で水質もね、ずっとトップレベルに良かったんですよ。だからそんなね、水槽、まあ、そうそう作れるもんじゃないなと思って、はい、ベストオブ水槽にしたんですけど、だからまあそういう意味ではね、シジミを入れて、またね、皆さんにこうやって注目されたっていうのはまた感慨深いものがありますね。まあ、元々はボトリウムから始まって来た、脈々と受け継いできたこれが最終的にはシジミの力で綺麗になっていくという、はい、壮大なお話ということでございました。はい、でね、今見ていただいてると分かるんですけど、ちょっとね、嫌な感じがするんですよ。またなんか濁り始めかなみたいな感じもするので、でまあシジミがいるんで、またシジミに退治してもらうか、もしくはまあコメントでね、タニシやってみてほしいっていうこともあったんで、ちょっとタニシ挑戦してみようかなみたいな風にも思ってるので、またこれでグリーンウォーターに復活したら、今度はタニシ、うん、タニシ行きたいと思います。でタニシも姫タニシがいいのかな、でっけえタニシがいいのかな、どっちがいいのかな、ちょっとそこまで分かんないんですけど、姫タニシってそんなに強力じゃないですよね。うん、本当のタニシはでかいですもんね。まあ、そこら辺もちょっと情報いただければと思いますので、まあ、やるからにはね、またやりたいと思いますし、本当にグリーンウォーターになるか分かんないんですけれども、ちょっと、まあ、いろいろ企画してね、やってみようかなとは思っております。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、まだの方、水槽一つ一つに歴史あり。はい、まあ、そういうのもね、たまに振り返ると、何か面白い発見があったりすると思いますので、また何か機会にね、他の水槽でもやってみたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。
あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバットボタン、コメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私、朝日でございました。じゃっ。